はい、でこれが最後の発車巡り、最後の福富神社。いやでもこんなね普通の住宅街にあるし、ちょっとね駐車場がないからちょっとした道にね止めてるから、ちょっと急ごうか。ああ、OK、これはどこだべや。まあ、ここも、まあ、結構人ん家のね、ところの奥にあるんだな。結構な、立地だな。すっげえとこに作ってあんな。あ、部分部分になんか直してんだな。結構。結構。行きづらいところに作ってあるな。お、これ水か、水が出てるとこか。これは灯籠の屋根かな。ぶっ壊れたのか。御神灯がぶっ壊れたのかな。まあここは比較的来やすいね。まあちょっと早くお参りして車に戻ろう。狛犬の顔も結構個性あるよね。なんか巻物加えてる。なんだろう。あ、福富神社。うわ、しめ縄でけえ。パズルが2つで、ちょっと行ってみようか。まあ、恒例の神社ぐるっと、まあ、こんな感じか。やっぱり一金何千円とかってやつかな。まあ、結構作りは同じというか似てるんだな。ここにまた本体があるんだ。ここにもちっちゃい御神体がある。地蔵が入ってたっぽいな。なんか微妙にハートマークだなこれ。下これが、まあこれが福富神社、福富神社ですね。まあ比較的わからないな。結構来づらいし、でもまあ屋根立派だな。まあこれで発車巡りが終わりました。じゃあお参りして帰ろうか。